はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、サンロードの花園です。それでは2024年10月の29日ですね、ポッドキャストを始めていこうと思います。先日26日土曜日はね、スカイランタンフェスティバル、毎年復興支援かな、ね、その祭りの一環としてスカイランタンフェスティバルありまして、今年はねインスタの方でライブしながらって感じだったんですけどもね、やっぱ綺麗だったですね。ねえ、ほんと上に上がってる時にね、もうほんと画像ではねなかなか伝えきれなかったんですよね。画像ってやっぱり撮るとどうしてもね平面的に見えるじゃないですか。でもね、ほんと肉眼で見るとね、もう立体的にね、もうなんだろう、遠近感とかねって感じでね、やっぱ綺麗だったですね。でね、なんか今年までって言われておりましてね、まあ来年からまた違う形でされるみたいですけども、来年はどうなるんだろうって感じでね、ちょっと楽しみにしております。で、次31日木曜日、おにぎ店、業務スーパーおにぎ店で開店いたしますけどもね、インスタのアカウントを作成してどのくらいだっけな、今1週間ぐらいかななんですけども、登録フォロワーさんがね、もうほんと1000人以上ね、されついておりまして、やっぱりね、関心、お客様のね関心の高さが伺える状況でございますね。もうほんとね、新しい感じですよね。ここ人吉区もあって田舎なんでね、ほんと大手さんのね進出ってなかなかないんですけどもね、やっぱり人口の関係もあって、あと土地とかね関係あってなかなかだったんですけども、今回ね業務スーパーって感じでね、まあ本当、31日オープンして、まあ、それから連休挟みますんでね、ちょっとこの期間中はねちょっと混雑するんじゃないかなって思いますんでね、やっぱりね新しいもの、私も新しいもの好きなんでね、開店すぐに行きたいなって感じなんですけども、よろしければねちょっと日にちをずらしてからね、買い物にいらっしゃった方がね、ちょっとゆっくり見て回れるんじゃないかなと思いますね。業務スーパーの開店ね、YouTube でねいろんな方がねその開店の様子とかね撮って流されてたりするんですけども、やっぱりねどこのお店もねかなり混雑してるみたいなんでね、人吉おにぎ店もね多分混雑するんじゃないかなって思います。駐車場もね80台かな、約80台確保しておりますけどもね、本当ちょっと混雑予想されますんでね、まあご来店される際にはですね、ぜひ事故とかね気をつけていただければと思います。はい、ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。だんだんなー。